ちは、私の名前は落合正人です。私は今バリアンツっていう会社で、インターンシップをしております。バリアンツは基本的に IoT のソフトウェアを扱っている会社で、IoT デバイスっていうものを、まあ、一つにつなげるためのプラットフォームっていうものを今開発しております。はい。で、私が、バリアンツを選んだ理由としては大きく分けて2つあって、1つが、私がシリコンバレーに留学をしていたっていうこともあって、もともとその新規事業を作るっていうプロセスにすごく興味があったので、実際にそのスタートアップカンパニーで働くことによってそのプロセスを実際に体験したかった、体感したかったっていうところがまず一つと、あともう一つが、将来的に、日本の企業で、新しい事業を作ることによって日本企業に対して貢献していきたいなというふうに一番考えてたので、この経験から、自分が将来日本企業に入って新しい事業を作って、その日本の市場に貢献できるっていうことを、目的としておりました。はい。で、私が具体的にやってたことなんですけど、ポジションとしてはプロダクトマネージャーっていうポジションを任せていただいておりました。で、実際に、マーケティングの部分からセールスのところまで、担当しておりました。で、もうちょっと深掘ると、私が担当してたのが保育所でチャイルドケアセンターなんですけど、コロナの影響によってシンガポールの政府が、その清掃の基準を設けるっていうふうにニュースがあってですね、でそれをなんか自分たちはそのビジネスチャンスというふうに捉えて、でそうですね、私が、そういう企業のためにその製品のパンフレットを作ってそれを売り込みに行くっていうことを実際にやってました。はい。で、私が、このインターンシップから学んだことっていうのは、大きく一つで、プロダクトマネージャーにとって何が必要なのかっていうところを多分一番学んだことです。で、私もともと3ヶ月しかインターンシップがなくって、なのでできるだけこう結果を出したいというか、そういう気持ちが自分の中にあったので、とにかく物を売りたいっていう気持ちがすごく先行してしまって、最初すごいアポイントメントばっかり取って、その物を売りに行ったんですけど全然売れなくって、その時にフィリップに教えてもらったのが、なんかやっぱりそのプロダクトマネージャーとして成功するためにはセールスの部分だけじゃなくってマーケティングの部分でどうやって物を売るのかっていうところをしっかり考えなきゃいけないっていうふうに教わって、実際それから自分の考えを変えて、まずは製品を顧客として理解するっていうところから入ったりとか、あとは市場自体、IoT の市場って一体どういうふうなものなのかとか、マーケットポジションで自分たちどこにいるんだろうとか、あとは競合ってどんなのがあるんだろうとか、それに対してじゃあ自分たちの強みってなんだろうとか、どうやって物を売っていくんだろうみたいなところをまず分析した上で、しっかりとそれらを理解した上で、今度はそれをセールスに生かすっていうところを順序立ててやる、そのセールスのプロセスみたいなところをしっかりと教えていただきました。はい。で、次が、どんなインターンシップ生が、このインターンに向いているのかっていうところについてお話ししたいと思います。基本的にこのインターンシップって他のなんかこういわゆるインターンシップとは全く違くって、僕の中のインターンシップのイメージってなんかそのすごく雑務をやらされるようなイメージで、学校のようなイメージで、なんかこう宿題みたいな形でこうタスクがマネージャーからもらえて、でそれをただこなしていくだけのイメージがあったんですけど、バリアンツの場合全くそれは有効に全然全く違くって、自分でまず考えなきゃいけない、自分に何ができるのかっていうところと自分が何をすべきなのかっていうところをしっかりと考えなくちゃいけなくて、でそういった意味でその本当にリアルな本当にビジネスっていう側面をこう
意識した上でのインターンシップだったかなというふうに思っておりますので、結論から言うと自分で考えて行動できる人っていうのがこのバレンツのインターンシップに向いてるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、であとなんだろう、バレンツすごく思い出というか楽しかったこととしては、フィリップが、ランチに誘ってくれるんですけど、その時に、毎回テーマがあって、シンガポールフードだったりとか、チャイニーズフードだったりとか、あとは、ジャパニーズフードみたいな感じでテーマがあって、そこになんか連れてってくれて毎回紹介してくれるっていうので、すごくそれは毎回楽しみにしてました。はい、こんな感じですかね。なので本当に他のインターンシップでは経験できないことが経験できると思います。なのでぜひバレンツでインターンシップしてみてください。以上です。